はい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 、お願いします。はい、照明 OK ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、和樹です。いやーもう鍋の季節だけんね、早く食いたか、翔平です。はい、ということでですね、今日はこんなまた豪華なスタジオにおりますが、はい、ここもう和樹の種じゃ借りれるレベルのスタジオじゃないですよ。ないよ、知ってますか。そんなの知ってるよ。もう素晴らしいスタジオなんですけども、はい、なぜここにいるかと言いますと、踊ってみた、踊ってみた、違います、踊りますが、うん、踊ってみたじゃなく、違う、もうちょっとライトな企画をやらせていただきたいと思います。手抜いたやつ。手は抜かない。手を抜いたことは一度もございません。ちょっとね、軽いやつをね。そうそうそう、あ、楽しいやつって言おうか。楽しいやつ、ね、楽しいやつ、楽しいやつをやっていきたいと思うんですけど、はい、今回は超特急とコラボです。よっしゃー、ほら来てくれた、来たほら来た来た。もう約1年ぶりだよね、一緒に。ありがたいことに、和樹のための動画を撮らせていただくのは、はい、前回あのダイナマイトを踊ったりとか、ウィンターショー、はいはい、倍速の、そう、やったんですけど、今回も、まあ、ちょっと超特急にちなんだ企画というか、はい、以前和樹のためでやった企画なんですけど、それを持ってきましたよ。この前に初めて見る人ももしかしたらいるかもしれないんで、はい、超特急のみんなの名前を自己紹介してもらおうかな。はい、たかしやで。違うよ、あ、僕です。それ先言っちゃう。あとこれ落ちだから、落ちだから、落ちだから、そう、順番がどういう気持ちでやるんだろう。だからこれを今踏まえた上でたかしがどうしてくれるか。改めまして、改めまして、自己紹介させていただきます。僕たちはちょうど急です。2号車カイです。3号車レオです。4号車タケです。5号車ユキです。7号車タカシヤで、タカシヤで、よろしくお願いします。二刀流初めて、ダブルタカシ。ライブとか前振り付けさせてもらったりしたんだけど、好きなのよその挨拶。欲しいよね。ありがとうございます。それいつか俺らも欲しくない。ちょっと今度超特急に考えてもらおう。どうも、僕たち魅惑の種、和樹の種です。はい、そうです。いや、名前を、名前を、あ、名前か、名前、名前、そうです、和樹です。ショーヘイヤデイ。おー、パクリやすげえ、年下のパクリ、パクられた。今日やる企画はダンシングしりとり。ダンシングしりとり、これはですね、見ましたよ。あ、見た、すげえ見てくれてる。あれ見て、いや、見ちゃうと分かっちゃうじゃないですか、企画が。いや、ちょっと、うち企画なんか、ちょうど後で見るに入れてたな。今日はですね、タクヤとのコラボでいきたいと思います。ちょっと、ちょっと、ちょい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 、はい、ということでダンシングシリトリやりたいんですけど、ルール説明しますと、まずはシンプルにしりとりですよ。はい、しりとりなんで、リンゴ、ゴリラとかってこうどんどんどん回していくんですけど、ダンサーなんで、その自分が発した言葉に対する動きを同時にやります。例えばシンプルなやつで言うと、リンゴってやります。ゴリラみたいなことをやるんだけど、一人ワンエイトっていう尺がある。とリンゴとリンゴ、スリーフォーファイシックセブンエイト、ゴリラ、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 一人ワンエイト持ち時間で、それをリンゴで終わらせてもいいし、リンゴを食べてるゴリラみたいな文章にしてもいい。だからワンエイトの間自由に自分の感覚を。まあ怖いのが、ファイシックセブンエイトで終わられた時にすぐ 0. 何秒ぐらいで次行かなきゃいけない。そういうことですね。確かに、はい、音源としては、はい、あのカッコッコッコっていう、はい、もうシンプルなテンポキープの音が流れるんですけど、はい、まあ、まずはそんなめちゃくちゃ速くないスピードでそれをやっていこうと思うんですが、はい、今回僕らが振り付けさせてもらった曲名なんですか。ドーブリジェンです。ドーブリジェン、あれがなかなかに速い曲じゃん、はいはいはい、でさっきテンポを測ったら、まあ、約160、はい、BPM160、はいはい、まあ、超特急だからそんなゆっくりなテンポ必要ないだろうということで、はいはい、この動画とドーブリジェン当てはめたらぴったりハマるよっていう。そういうことです。どういう見方してるの。まずどんな感じか多分見てもらわなきゃだなと思う。俺と翔平君で、あのデモンストレーションというか軽くやるんで、それを参考にしてもらいつつ、はい、ありがとうございます。じゃあ早速行ってみましょうか。みんなでせーので和樹をお願いしますね。せーの、和樹の種フューチャリング超特急、イエイ。じゃあそれではデモンストレーション、じゃあテンポ160で、それじゃあお願いします。お願いします。これマジ怖いんだよ。早っ。これ160、こんな速かった。早っ。こんな速かった。いきますよ、はい、5、6、7、8、引き続き、ちょっ
ちょっと待って、なんだっけ。ちょっと待って、もう一瞬、あ、つっかきかわかんないし。そこ、いや、きとつしかないじゃん、きつつき。いやいやいや、それ、さっきのしりとりもできないやつだ。もうそれ、あれ、日本じゃねえぞ。よし、ファイ、シック、セブ、エイ、シンバル。ルビーをつけたおばあさん、うんくじゃない。うんくじゃない。冗談や。いやいや、ちょっとさっきの裏の話させてもらっていい？なんかデモンストレーション見せるときは、まあ、リンゴとか、そうなんかワードだけで言って、あの長い文章やめようって言った。もう言い始めたと思ったらしまいにはうんついて終わる。なんだやることは分かった。分かったでしょ。分かった。一回も成功してないから。デモンストレーションの意味はなかったんだけど。でも失敗つきものだ。はい、確かに。言い訳じゃないけど言っていい？ちょっと緊張しちゃった。急にこんなに見られると思ってなかった。やっぱね、あの立派なスタジオ来ると緊張するのよ。緊張する。あのこっちもこっちもいるから。そうそう、本当にスタッフさんがいるから、うん、やっぱすごいね、この大人数の前でもできるって。はず。やめて、俺が狂ってるみたいな言い方やめて。で、まあ、今みたいなうまくはいかなかったですけど、はい、まあ、ルールは伝わったかなということで、はいはいはい、で超特急5人じゃん、はい、で俺ら2人じゃん。2人でこれ全員でやるとカオスになるので、はいはい、2チームに分けたいと思います。はい、なるほど、はいはい、なんでカズキチームと翔平チームに分けて、はい、みんな3人と2人でこう4対3になるのかな。俺チーム対翔平くんチームの対決というのをさせていただければ、はい、得点の取り方としては1ゲームマックス3分間今のテンポが流れ始める、はい、で1人1エイトっていうのは決まってるんで、まあ、全部3分間やり続けれたら最高得点ですよね。はい、ただ今みたいに翔平くんみたいに途中で断念しちゃったら、はい、もう3分あろうが途中でも終わりです。え、今の場合1ポイントしか取れなかった、はい、俺のクリアした。うわ、今みたいな攻めることも、うん、まあ、動画としては楽しいですが、安牌狙ってチーム戦ですから。ただ同じワードを出しちゃうともちろんそれも失敗だから、はい、みんなが出ないような言い回しでうまく繋いでいくっていうのも大事かなとは思いますよ。はい、はい、そこでこれチーム分け、はい、決まってません、はい、超特急のみんなでカズキ側につきたいか翔平側につきたいか、いやいや、それやりづらい、それぞれ決めていただいて、僕らこうやっとくんで、はいって言ったら目開ける。無理ですって。じゃあ前でこうやって一回やってみよう。 OK 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 OK。 じゃあそれはない。いやー、これはね、ほんと結構悩むね。いや、ほんとそうです。これはだいぶ悩みますわ。決まったら教えてね。決まったら。いや、でもそっち行く。あ、そっち行くんだ。こっちかな、俺。あー、じゃあ俺こっちは多分、りょうが来てくれると思うんだよな。ゆきも仲いいしな。決まりました。あ、決まった？ OK、 行くよ、せーの、はい。はい、ということで、カズ特急対翔平ということでやらせていただきたいかなと。カズ特急はまあいいんだけど、翔平単品。そうそうそう。俺誰としりとりしたらいいの。ルディイイス。そうそうそう。次の自分を待つだけって。自分自身と戦い。でもなんかいい言葉だね。次の自分を待つだけ。おい。おい。冗談だね。いや、俺も内心あったよ。あのデモンストレーションで俺に付き合ったって評価下げまくっちゃってるから。多分俺でもこっち行ったわ。じゃあ僕行かせてみてください。おー、行った。じゃあ僕も行かせてみてください。じゃあ早速やっていきましょうか、ね、はいはい、じゃあ俺らじゃんけんして、はい、負けた方を先に行きましょう。あ、負けた方が、はい、まあいいでしょう。いや、お前めちゃ弱かったやつの口調じゃないの。何今の。いきますよ、最初はグー、じゃんけんぽい。お、見れるよ、最初。おいしょ、おいしょ、おまけやろう。カズキチームからテンポ160で160で1回戦いきます。いきましょう。どうしようか、並び順も大事なんだよ。いや、田口さん挟みたいですね。並び順大事よ、これ。大事。もう一発目誰かいける？こっち一発目だとして。いや、もう貝はやっぱ器用なんで。確かに、うん、やっぱ貝が一発目で。一発目にいきますか。オッケー、わかりました。じゃあ私が。いや、貝が一発目で。オッケー。しりとりプラス動き。いや、まずいですね。まずいし、あの、ちょっと一つ言うと、ゆうきと、あの、一つのことしかできないんですよ。実は。おい、ちょっと待って、こっちのチームやべえぞ。ねえ、やい。今報告があったんですけど、りょうがとゆうきは一つのことしかできないらしい。一つのことしかできない。両立はない。しりとりしながら踊るとか、テンポキープするとか、うん、無理。無理。無理。やべえ。
無理。でも可愛いからいいよ。可愛いからいいよ。いやでもね、あの前回動画でやった時は翔平くんめちゃくちゃ強かった。あ、そうだね。優勝してた。あのね、そのテンポのコントロールが上手くて、あの周りを惑わすっていう強さだったから、涼牙と結城は多分逆に大変だと思う。だとして一体何があったの？なんであんな。でしょ？惑わしたね。ああ、そういうことだ。あっちにつきたくなっちゃうでしょ？作戦ですね。来た。デモンストレーション何だって。分からん。いやでも俺も思った。デモンストレーション何だって。はい、よし、やってみよう。じゃあ、カズ速球、違う、カズキチームのちょ待って、おい、ちょっと目離したスキル入ろうとすな。入れそうだな。嬉しいけど。はい、いきますよ。はい、お願いします。それでは、ダンシングしりとりスタート。いきます。5、6、5、6、リース、スイカ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、スイカ。ちょっと待って、ちょっと待って、いった、いった、今5、6、7エンダーぐらいで。やっぱあの、やっぱ歌うからさ。あ、なるほどね。ちょっと食っていくよ。ちょっと行き過ぎのタイミングで。あー、なるほど、行き過ぎのタイミングで入ったんだって。だからもう一回だ。ちょっと待って、終わりじゃない。結構いい。狙った。美味しい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 。俺狙う勇気ないよ。一発で終わっちゃっても終わりって言っちゃった手前なんだけど、たかしがカメラに向かって、あの可愛くお願いしてくれたらみんなも許してくれるんじゃないかなっていう。もう一回やらせてください。お願いします。かわいい、かわいい、かわいい。しゃあ、行くぞ。俺らも謝る準備しとこう。そうですね。どういう謝り方。ごめんなさい、もう一回お願いします。ありますよ。カズキチーム、はい、テイク2、ダンシングしりとりスタート。5、6、5、6、カメ、明太子、子供、おー、すごい、もずく、くり、あー、いいよ。会えたあいや、あいや、怖い、あれ何、今度見失った。何、なんか、あの、めちゃくちゃすごい勢いでリスが横切ったんですけど、リスさっき言ったなと思って。あ、なるほど、なるほどね。だったら他の人が外も出てくる。あ、今のはさすがにミスになっちゃう。そうだね、確かに。だから今何ポイントだったんだろう。5ポイント。5ポイント。でもこれって意外にめちゃくちゃ低いとは限らないからね。確かに全然できない可能性あるから。まあできなそうなんで大丈夫だよ。陽キャを見返してやろうぜ。あ、いいよ、見返してやるぜ。陰キャの力見せて。あ、一番いい。真ん中絶対いい。好きな漫画はスラムダンク。陽キャ、陽キャ。じゃあカズキチーム、はい、1回目は5ポイントということで、はい、5ポイント。さあ続いては翔平チーム、はい、いきましょう。しゃあ、見てるみんな思ってるよりうちのチーム緊張します。そうなんや。じゃあ行きましょう。翔平チームのテンポ160、1回戦目、よーい、スタート。いきます。はい。机、鉛筆、積み木。あ、ノリがいい。木、キツツキ。あ、使った、あれです。気まずい。入れば、ば、ば、ばばアンパンマン。あアンパンマン。あ、あはい、終了。アンパンマン出た。待って、綺麗なしりとりの終わり方。アンパンマン。この後付け出さなきゃ。元気は良かったよ。元気は良かったよ。ちょっとね、ごめん、飛んでったアンパンマンが。アンパンマンが飛んでった。なるほどね。あの余計やりきった分ちょっと恥ずかしいよね。あのしりとりというより急にアンパンマンが横切って思わず呼んじゃったってことだよね。そうだ、これしりとりだ。忘れた。本当に人とのことしか言ってない。そうだそうだ。ちなみに何ポイントだったんでしょう。おお、すごい、これはすごい。3点差か。あれ
でも3点差なら次で全然ありえる。そうだね、ありますね。逆にもう8ぐらいいってるなと思って、うちはアンパンマンで締めた。そうなんですよ。なるほど。ゲームを面白くした。もううちは次の戦い、はい、たかしさえしっかりしてくれるから。いやだからこれはたかしを次どこに持ってくるかね。そうですね、大事ですよ。確かにな。でもどこに持ってきたって一緒じゃねえ。よし、はい、まあ、一応今回これがあのファイナル、はい、3点は絶対に向こうに差をつけたい。そうですね、はい、じゃないと超えれないので、はい、ガンガンいきましょう。田口さんがこれで失敗したらもうおしまいです。おしまい、じゃあ負けないだろ。いや、もう、いやもうむしろもう回がアンパンマンで終わらない。裏切るなよお前。動画を面白くしようと思ってた。これちなみにですね、2回戦目はもちろんテンポ上げてます。わー、次が200です。聞いてみよう、聞いてみよう。そう、このスピード早っ。はい、アンパンマンとか言ってらんねえ。そうだ、アンパンマン、アンパンマン。はい、カウンチチーム、はい、レディーゴー。ファイシー、ファイシー、セル。足、尻尾、ポニー、忍者、ヤギ、ギーッ。いやごめん、あの何ギヨッ。ギある逆に。え、ギ、そんなの教えない。教えない。こっちにギが来たらもう大変だから。ないんじゃないの。あるよ、なんかあの言った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 、ほぼほぼそれ言った俺。ちょっとさすがに不甲斐なさすぎちゃったかなと思うので、ギーはね、はい、ギーギーは不甲斐ないけど、もう一回です、もう一回。でもまあ我々は8分3ポイントリードしてるんで、まあまあ出方によりますよね、うん、まあ不甲斐ないのは俺らっていうか俺だから、俺が代表してやっぱ、いや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 、チームなんで。じゃあ俺が行く、じゃあ俺が行く、じゃあ怖い俺を可愛さというのを見せてやる。お願いします。誰が誰に言うた。ちゃんとルールを決めたにもかかわらず不甲斐ない結果でゲームを終わらせるわけにはいかないという僕のわがままを聞いていただきたく、どうかもう一回お願いします。答えしよう。それでは、もう何回目のチャレンジか分かりませんが、はい、セカンドトライのテイク2、カズキチーム、レッツゴー。はい、時計、イードドア、おアリ、おリカ、おカラス、おスミレ、 おしゃれ、おしゃれ、レモン。レモン。ちょっと待って、ここカメラに集まろう。一回さ、落ち着いた方がいいわ。ファン8立って、自分の番始まった時に空白になった瞬間に、あ、たかし出してきよるわ、キロは。溜める溜めると。来た来た来た、レモン。しかも、ちょっとはみ出てた。はみ出てた。し、んだし。しかも今の言い方何？レモン。込み上げてきたね。いやあと一個気になったのは、うん、タクヤがおしゃれ、うん、おしゃれ、スミレ、スミレ、スミレ、住んでた。あのこっちの観客席沸いてます。沸くよね、おしゃれ。だからこれ超特急ファンも沸いたと思う。いや今のはしょうがないね。しょうがないです。今のは、カズキチーム何ポイントですか？7ポイント。でも次相手チームがもう速攻で失敗すれば、なるほど、そうだよ。いけるぞ、いけるいける、はい、いけます。カズキチーム合計今12ポイントってことかな。そうです、ね、俺らが8ポイント、はい、おっしゃしゃ、全部2文字でいこう。 OK。 やっと、やめよう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 。いいですか？はい。お、順番変わったと。お、変わった。その順番の意図には何かあるんですか？ジョーが先に、もう先に言う人は何も考えず言うじゃん。うん。あと、まあ考えられるこっちが時間かけて、その間に。あ、なるほどなるほど。両側をちょっと穴と見てる。そうそう。セモチェンじゃない。いや電波なんだよこっち。セモチェン。セモチェンにしては俺だけ低い。おい。ありがとう。ありがとう。小ささで売ってます。
はい、それではいきますよ。翔平チームセカンドチャレンジ、よーいスタート。何くんの？フォア、シックス、しりとりリズムリトマス。ちょっと待って。これ今1ポイントしか入ってないってことだよね。りょうがの1ポイントまさかの。よし、よし、よし、これらまだ1回もやり直してないんだよ。チーム戦なのよ。あ、そうです。1回ぐらいやり直しても文句言われないぐらい。あ、そっか。いやいや、でもルールはルールだから。お前が言うな。まあ、そんな簡単にやり直せるとは思わないでほしいんだよな。確かに。やっぱそこはリーダーに代表して可愛いか謝ってもらう。じゃあ僕らの負けです。あ、可愛くない。可愛くない、可愛くない、可愛くない。すいません兄貴。兄貴お願いします。自分の仕事は任せろ。もう一回お願いします。可愛い、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 可愛い。たかしの真似。かずきの種みたいな。たかしの真似。たかしの種みたいな。じゃあもう一回行きましょうよ。もう一回行こう、もう一回行こう。翔平チームセカンドチャレンジのテイク2。レディーゴー。早いんだよ。ファイ、シックス、靴、積み木、キリンの鳴く首。ちょっと待って、いろいろ待って、いろいろ待って。もう靴はいいよ。あ、そう、靴はね、おしゃれ、おしゃれ、超かっこよかった、かっこよかった。次が赤い人よ、まず。積み木、まず何言いました？積み木、積み木、動きは、動きは、なんで、なんで靴に影響を受けまくってるの。一緒やん。で、まあまあまあ、でも言えてたし、しりとりできてたし、動きはあったから、まあいいかなと思いつつ、最後の人何でしたっけ。そうね、キリンの首って言うと思ったけど、もうキツツキがずっとやってるよ。しかもキリンの首、そうなーなーみたいな。キリンついたと思った。これはさすがに、さすがやばい、ちょっとまずいっすよ。でも、もう一回くらいお願いしたら、ラスト一回です。ラストお願いしちゃ、誰がお願いするの。そうだね。なんかごめんな、俺のミスは。まあ、汚れ仕事は任せてくれよ。不甲斐ない結果で。でもやっぱまだ見たい人がいると思うんだ。だから、もう一回だけ、やらせてくれないかな。かわいい、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 かわいすぎてどうしよう。かわいいよ。めんどくさいからやらせよ。これ本当に最後。はい、最後。さすがにね。翔平、翔平チーム。見せてあげろ。ラストトライ。はい。レディー、ゴー。たぬき、着物、のんたん大好き。あれ？ちょっと。おう。あれ？もうダメよ。もうわかるよ。攻めるべき場所が違う。はい、終了。はいはい、集まってください。あの、説明すると、のんたん大好きで、ワンエイト綺麗に使ったってこと。そう、全部使った。1、2、3、4、5、6、7、8。で、また聞いちゃう。傷つきが出てる。傷つきの恐怖。傷つきしか出てこないわ。怪しいこと言ってたんですよ、始まる前に。おロングバージョンで行こうって。何それ誰のためだから、出す場所違うんだって。せめて2周してから行くんだって。かましちゃったよね、かましちゃったよね。いやでもナイスムーブですよ。今結果としては、勇気はギリギリ。あ、じゃあ3点か。はい、よっしゃー、1点だ。俺が木を返せていれば。はい、ということでこのゲーム、カズキチームの勝ちということで。これでもいい勝負だったね。いい勝負。もうお互い何回もやり直させてもらって、ルールぐちゃぐちゃでしたが、結果的には1点差で。やっぱね、200は早いね。早い、早いね。焦る、めちゃくちゃ。ちょっとこれゲームはさ、今勝負としては俺ら勝ったんだけど、せっかくなら1回ぐらい全員でやってみる。そうやね。よーい、スタート。ファイ、シックス、ファイ、シックス、猫、コアラ、ラッコ、
このまモヒカンにしてるパンカーカーカラスおスミレレンコン食べる人トーマスほら酸っぺえ梅干しシーラカンススイカを割ってる勇気キキキキキキキシャ写真を撮る男子供の親やややかん触れたらあっちち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 火がつかないいいいいいいどどどドア開けたら伸びたたたたたたのしんごゴリララララララパパパンツあそういうすびきききききききよくくくくくくにをおおおおおおび瓶の飲み物のののの飲んだん大好きき傷つき起承転結爪を切るルンババロック式期待いいいいい異能解放軍えじゃあうまーどうしよううなぎの舞いいどうしようちょーへーいいいぐさ刺しで飲むむ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 むもう無理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 リリ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 スの鳴き声エドモンドホンダの帯リリリリビータマンなんとかなるでしょ初回いい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 くらあ残念なんかみんなで協力し合えばどうにかなるんだなっていうことが分かったねちょっと待って最強ちょっと待って全員のワードセンスあとあのだいぶ前半で18の概念がなくなったまず概念なくなりましたでしりとりの概念も途中崩壊してましたでもさ楽しかったよね楽しかったしりとりってのは本来こういうもんなんだよねそう遊びですからいや俺たかしのワードセンスがもう抜群なんだよいやなんか知識豊富感半端ないのよ途中バロックバロック式バロック式オルガン出てこない絶対いやあとイグサあの畳の原料なんかさ社会の教科書読んでるかのようなの一回回ってくるたびに社会の教科書辞書調べてんだろこいつこれとこれこういやー素晴らしい、これは超特急とだからこそできたゲームだねいやありがとうございました本当にありがとうございましたちょっとマジで久しぶりにこんな笑ってたよ本当にあのさ笑いすぎるとほっぺた出てって言うじゃんマジで笑うとここ痛いのわかるめっちゃ痛いここが痛くなんだよちょっとまたあの今度は1年も開かないうちにまたやらせていただきたいのと超特急の方でも僕ら参加した動画を公開しますので、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、そしてチャンネル登録もお互いお願いしますねよろしくお願いしますということでまたなんだっけそうやったそれでは皆さんこの動画チャンネル登録高評価よろしくお願いしますせーのカズキのタレいやもう最後なんで俺が仕切り始めたオッケーありがとう